では本日のワンポイントレッスンに移りましょう。安心させる言葉についてまちゅう先生にご紹介いただきましょう。お願いします。はい、今日は怖くないですよという表現です。フランス語ではまず N'ayez pas peur という言葉を使って相手を安心させます。 N'ayez pas peur。 N'ayez pas peur というのは怖がらないでくださいという意味ですね。単純です。親しく言えば N'ayez pas peur、 子供に対してなどは N'ayez pas peur というふうに言います。もしくは Tout va bien、 Tout va bien、 または Tout ira bien、 未来形のira ですね。 Tout ira bien というふうに言います。さていかがでしたか。はい、そうですね、安心させる言葉って言うと何が来るのかなと思ったんですけれども、N'ayez pas peur、 N'ayez pas peur で怖くないよ、つまりこう安心してね、大丈夫ですよという感じですね。はい、そうです。あと Tout va bien ってなんかお元気ですかのチュバビアンとちょっと発音が似てて、私昔こう Tout va bien って聞かれた時に私が大丈夫なのかなと思ってチュバビアンと間違えて聞いたことがあって、あ、トゥバビアンの方ねっていうふうに思ったことがあります。そうですね、トゥとトゥの発音はちょっと似てますね。で、トゥの場合は口でオを描いてるような感じでトゥトゥ、それがすべての意味ですね。君じゃなくてすべてですね。ちょっとした発音のポイントレッスンもありがとうございます。では本日はここまでといたしましょう。